皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。では今回はジョーの系譜続きをプレイしていきたいと思います。第2部に突入後、ジャミトフのティタンズとシャアのネオジオンと戦いを繰り広げていますが、現在地球上ではですね、ティタンズを追い込みにかけています。この後はジャブロー攻略作戦を発動していきたいので、南米大陸への進行ルートを確保していきたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。ジャブローを攻略すれば、いよいよ宇宙でティタンズと戦いをね、雌雄を決するということになっていくと思いますので、宇宙でのね、モビルスーツの増強も、この後しっかり行っていきたいと思います。今、主力で量産モビルスーツとして作っていこうとしているガルバルディ系なんですけども、ガルバルディアルファが、すでにティターンズに対して一歩遅れを取ったモビルスーツになりつつはあるんですけども、これを生産して、エースパイロットたちを乗せていくというのを基本戦略にしています。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか？ビグザムの開発プランが提案されています。ビグザムは持っといてもいいかな。開発できるタイミングが来れば開発ね、早めにしておきたいと思います。要はお金ですね。お金があるときに開発プラン実行しちゃいましょう。ビグザムの開発プラン実行するのに必要なコスト見ておきましょうか。相当お金はかかりそうなイメージはありますが、ビグザムの開発コスト6000ですね。今6000支出するよりかはできれば倍額投資したいので、1万2000貯めて、そこのタイミングで倍額投資で一気に開発進めましょう。続いてガルバルディベーターも開発プラン提案されましたね。ガルバルディとビグザムどっちを先に開発するかというのは難しいところですが、できればガルバルディベーターの方を先に開発してしまいたいかなと思いますので、このターンはベーターの開発に倍額投資しましょう。ガルバルディベータ倍額投資して4ターンで開発完了させましょう。敵エリア。ではジャブロー攻略、そのね、前哨戦になると思いますが、南米沖舞台を進めてきましたので投入していきましょう。これはきっとね、今までにない規模の大海戦になるんじゃないかなと思いますね。敵のユニット数は28、我々の方が20弱というユニット数になっています。では出撃していきましょう。ここにはサイクロプス隊も投入してます。うまくサイクロプス隊と、あとはハイゴックの部隊ですね、これでこの南米沖を確保できたら、3連星のガルバルディ部隊をジャブローに突入させるというね、算段がつきますので、ここはなんとかこの史上最大の規模の海戦、ここを制したいと思います。これで南米沖が確保できましたので、部隊を整えてジャブローに突入を行っていきたいと思います。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。ギレン閣下、ティターンズが新型のモビルスーツを開発しているとの情報を入手しました。かつて連邦軍が行っていた研究をベースに開発を進めているようです。引き続き、これはガンダム開発計画ですかね。ギレン閣下、宇宙要塞アクシズからハマーン様と配下の者たちが到着いたしました。父マハラジャの命によってアクシズから参りました。ハマーンも登場か。遠いところご苦労であった。ジオンのために力を貸してくれ。はお任せください。ハマーンもこの一年戦争からの流れで来るとまだかなり若そうですけど、どうなんでしょうね。シナリオ的には一年戦争終結させた後数年経って、シャアのネオジオンであり、
ティタンズでありっていうものが立ち上がったっていう設定ですかね。今のハマの見た目からするとゼータガンダムの時と変わらないぐらいの年齢に見えましたね。ではビッグザムも倍額投資して一気に開発進めましょう。そしてジャブロー戦始めていきます。ハマーンのアクシズが合流したことによって、まあ、ハマーンだったりマシュマーキャラ、まあ、こういったキャラクターたちがジオムに合流してくれてますので、ジャブロー攻略の舞台に配属してですね、ハイゴックとかに乗ってもらっています。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始。ではジャブロー攻略戦です。まあ、相当な数の部隊が展開しているのが、まあ、これを見ただけでも分かりますが、まあ、こちらもですね、エースパイロット部隊プラス、ハマーンだったりマシュマーだったりっていうね、アクシズ、さらに3連星もガルバルディに乗ってますので、まあ、ここをねしっかりと攻略していきたいと思います。ジャブロー攻略戦ですけども、ご覧のように川が流れていて攻略がね、しづらい部分ありますので、水陸両用モビルスーツ部隊は川伝いに中心部へ、でガルバルディとかドムとか水陸両用ではない陸戦タイプのモビルスーツに関しては、川ではなくて、北部方面から入っていって川のね、まあ、邪魔を受けずに中心部に迫っていきたいと思います。交戦状態に突入しました。ここからモビルスーツ隊展開していきましょう。まずはガルバルディだな。ガルバルディを前面に出して押し込めるところまで押し込んでいきます。ティタンズですが GP01投入してきてますね。まあ、ここは旧式タイプではありますが、デラーズとガトーの G3 でなんとか撃破していきたいと思います。ガルバルディ隊はさらに先行して基地中心部を目指していきましょう。水陸両用モビルスーツがですね、まあ、いわゆる索敵能力がちょっとない状態になっているので、まあ、ここの劣勢をどうカバーしていくかっていうのがね、課題になるかなと思ってます。やっぱりちょっとね、索敵しないまま攻撃当てていくとなると効率が悪いので、まあ、唯一索敵ができる部隊になっている土台に乗ったザクですね、これをうまく、まあ、活用していくっていうのがね、一つ攻略のポイントになるかなと思っています。ギレン閣下、敵新型モビルスーツの正体が判明しました。諜報部の読み通り新型のガンダムです。しかも新型ガンダムには複数のタイプがあり、核武装を施した機体も確認できました。このままにしておいては危険です。新型ガンダム奪取計画を提案します。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。ガンダムの奪取計画を発動した場合は、まあ、ガトーをはじめ、まあ、デラーズもそうだと思いますけども、一部のキャラクターたちが戦線を離脱してしまうと思うんですけども、核武装の敵軍事技術のガンダムの開発プランが手に入ると思いますので、ガンダム奪取計画は早々に発動しましょう。ガトー以下親衛隊の精鋭が本作戦の実行にあたります。お任せください。ガルバルディの生産も始めていきましょう。ガルバルディベーターですね。これもまたお金と資源を食いますね。まあ、ただこれで後半まで戦える量産型モビルスーツという位置づけのものが生産できるようになりましたので、数を少しずつ揃えていきたいと思います。ディターンズはガンダムマーク2も投入してきましたね。こっちとら酔っ払い操縦なんだ。カクリコンとエマが乗ってるみたいです。
まあ、ズゴック3機を一気に失うというのもガンダムマーク2ですね。ここはエマシーンのガンダムマーク2ですね。まあ、それに水中型ガンダムがついているという、まあ、敵のユニットに対してこちらはドーム部隊になります。さすがにマーク2相手だとドームだと苦戦してる感じですかね。はい、これでジャブローの攻略成功しました。ディターンズの地上での拠点は全部ダッシュしましたね。現在の地球のマップご覧のような感じになってますね。ディターンズはもういわゆる拠点は持っていない状態になりましたので、地上はギレンのジオンとシャアのネオジオンが二分するような形になっています。宇宙の方は特に動きあまりないんですが、ネオジオンがじわりと、領土を広げつつあるというところですね。依然宇宙ではティターンズの勢力が強大なものになっています。この後はですね、衛星軌道上の確保を目指してジオンの宇宙軍もいよいよね行動を開始というフェーズに移っていきたいと思います。まあ、具体的にはですね、ソロモンから部隊を発信して衛星軌道上の確保、これを行っていきたいと思います。一方地球上ではティターンズをこの後掃討して北米ネオジオンの巣窟、ここを目指していきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。